何がある何が今度こっち今度こっち何それ喋らんのえ恥ずかしいんだおはようございますおはようございます髪の毛切った可愛くなったうなずきだけうなずきだけあら髪切っちゃったね髪切ったの可愛らしなったよなあなんし今日は消毒消毒や消毒春のな花むぐり花むぐり花むでえ花むで花むぐり花むぐりじゃねえんだもぐりじゃねえんだそんなもぐっちゃねえんだもぐっちゃな花むぐりだ花もぐっちゃこれなんしようか花むぐり見たことある見たことねえねえうん何それ虫やん虫虫あの、カナブみたいな虫何ちっちゃお花むぐりえ花むぐり花むぐり花むぐりが花にこう蜜を吸いに来た時にそのカボス になる実にこうギジギジ傷をつけるほんとは実がついたらこうギジギジ傷がついちゃうやんついちゃうやろ見たことねえいや、傷ついちゃうやんハチチ大きいやつえハチチ大きいやつあ、虫虫で虫あカボスになこう筋がキャーってついちゃうわからんギーギーギリンののしか見たことないあげえ選別しよっち選別するときはじくときはじくときメロンみたいになっちゃう あれ傷になっちゃう、あれが鼻むぐりしわざ鼻むぐり鼻むっちゃ鼻むぐりそれを見たことがあるのえ見たことがいやもう消毒とブワーって出るんで2週間しかおらん花が咲いちゃう間しかおらんほんで もぐもぐしようよもぐもぐほんで消毒まくとな一緒にブワーってしもう見たことねえないないあんねえわすごい あれはもう現場の人間しか見たあのカナブみたいなカナブああもうそっくり今家に花が咲いちゃって見てみればいるかもしれない。おるおる絶対おる。まあ、見てわかる。これなんか黒かったら緑だよ。うん。だったらな色が。ほんなら帰って見てみらないと。見てみよう。うん、花盛りだね。花、うん、いっぱい咲いちゃう。みかんもついちゃう。みかんの花も咲いちゃう。これは一個も花が咲いちゃらん。全然ついてない。これついちゃらんな。うん、まあでこれはつかんでいいの。あそう。まだな。使う方がいい今日久しぶりやな、ね、うん何しよう会えんかったっけ寂しかったんで見込み40くらいもう泣きよったもう道忘れるとこやった1本しかねえじゃん車の運転も忘れるところや全然乗らんセモニーできたら土下しか思うよ気弱が真剣やねんんいつも冗談言うにも冗談言わんやろ、うん、気弱がな、うん、基準通りになるあ500倍っちゅうことか早くしないか1キロ、うん、そうな、うん、1キロ今からするするよあっちんでカッパ切らないからこれが1本これ半分これがこれ1本丸かった、うん、これで消毒するんやな、うん、これ半分カッパ切らないコンカッパいいわコンカッパこれ触ってあれ違うななあ、今まであのガッサガサだと違うやろこれ見てこの色なんこれちょっと見なーじゃんちょっと見なーち色でえこの色これ見なよこれこれ見たことねえのよあ、すげえ見たことねえねえのようんすりすぎたかしらまあいいわこれあ、ちょっと待って虫ボルド、うん、反対よねいいえあ、これいや、じゃあ取れようかなこれ、ちょっと触ってこれ大体いいようんよし初めて取るっけなこれじゃあ梱包しがいいやバチンでそれやろ、ちょっと振ったりしすぎちゃうほんとなうんしすぎもうちょっとこう緩むのがついた L サイズないよあ、ほん
とこれ切ったりしすぎちゃう。あ、ちょっとごめん、長靴なんか入らん。じゃないとゴミが入るやろ。ゴミじゃねえよ、消毒液だ。これ悪いな。どこが悪いの。いや、ここが細すぎるんよ。え、ここ入らんの。ここが細すぎる。ああ、それは新しいやつだ。うん、またわけわからんもん、帽子もう一丁あるもん。え、もう一個ある。カッパ、これここに入らないの。そう、チンチクリのカッパ買うの。そう、自分が言うたことや。え、L サイズで。ちっちゃいな、それ。ちっちゃいな。え、もじもじくんになっちゃう。あ、生地がいいよ。いいか悪いか分からん。生地いいね。もうあっち下が小さいよ。上とこれセット色が違うやん。え、ほんとな。違う、どう考えて違う。不良品？え、一緒の梱包されちゃった。そうで。え、色が違う？うん、上が下が真っ黒だ。上が上。あ、本当や。あ、でもそげんもんで。え、違う。違うよ、セットは一緒で。うん。あれだ、こ、こげんもんじゃ。へえ。そういう仕様。え？そういう仕様。そうそう、色が違う。入れ替えしな。いやいや。これじゃあいいやろ。うん、いい。2万何分する？2万2000。うん、2万。焦げんさっぽい。早くせんと熱くてできん、うん、倒れるよ。また真っ白けになる。真っ白けになる。熱い熱い。今ちょっと風があって涼しいけん、今ってすればいい。そうだな。なんか帰ってきたらいいもんある。なんもない。カバスジュース。カバスジュース。あ、でな、コンカップあれじゃわ。今までのより涼しいわ。え、そういうのことある。うん、それカッパ？カッパで本当に。それじゃ、それじゃな。借り。何百万？え？何百万？2300万。2300万なら安いな。じゃ、安いな。普通そんくらいするもん。ちょっといいの、ちょっといいのな。安いのは1000なんであるかも。それはもう薄いだ。なんか、レボリューション。レボリューション。レボリューション。年間でやめるわけからもこっちから買うのが好きなの。何が好き。あ、ごめんね。はい、じゃあ行ってきます。はい、ほんなら頑張って。水も溜まったもん。あ、カボス TV さん、お疲れ様です。あ、どうもおはようございます。おはようございます。カボス TV ユージです。はい、どうもお疲れ様です。今日はあの防除のお手伝いでやってまいります。はい、はいはい、ありがとうございます。もうカッパ新品やけど、いいわ、軽くて。そんなズボンどげん。おちんちくりんや。なんかおかしいな、これ。まあ、ちょ、もう一回帰っちゃう。説明書読んでみな。そうやな。うん、え、なんだ。あ、ほんで今日はあの、坊主やけど、以前視聴者さんから、カボスの花がちょっと見たいっていうお話もあったんで、うん、で、カボスの花と、あとこの時期に現れる花むぐりね。花もぐり？むで。む。花むぐり。花むぐりな。むぐり。うん、はい、うん。の、ちょっと坊主で。まあ、花むぐりが、どんなやつか、実際にここにいるんで。こいつな。こいつ。こいつが、この花の蜜を吸いながら、ちょっとこれな。金具みたいな。金具みたいな。これにやつが悪いことしようんだよな。そう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 。これつぼみじゃない、今。今これ、まあ、あ、これ。うん、これ。あ、当たった。これ花が、落ちて、これがカボスになる。赤ちゃんやな。そうそう。で、この花を蜜すのに、これを花むぐりがガシガシするやな。ガシガシ。花むぐりな。むで。花むぐりな。花むぐり。これカボスだよな、ちっちゃいな。そう、これカボスや。これが大きくなる。いい匂いするな。花の匂いがいいな。うん、いいな。ああ、いい匂いする。いい匂いする。レンゲにちょんな。そうやな。うん。で、この花の数でもう収穫の量がもう分かる。これどげな、今年は。今年はなんかあの花が咲いてるのと咲いてない木が極端にあるな。まんべんなく咲いてるっていう感じがないことね。これすごくね。これはすごいけど、こっちが少ないよ。同じ木やのにな。同じ年に植えて、こっちはこっちがびっしりで、多分こっちが甘い花の付きがある。もうほぼないや。まあちょっとはついてる。ちょっとはあるけど。こっちすご
これはびっちりなるな。うん、これはびっちりなるな。花が散ってるもんな、だいぶ。カボス。あと今日は海洋病っていう病気の防除も一緒にしてるんで。海洋病がこの辺が怪しいけど、まあここにこう赤黒いこういうような斑点が出るんですね。もうちょっと気温が上がると出始めるな。今まだ綺麗、目が新芽、うん、新芽やからな、うん、もうこういうのが出始めるとちょっとやばいんで、海洋病は、まあ木のがんみたいなもんで、まあ一度感染すると治らない。だからまあ、拡散しないように防除するような感じやな。あとちょっと抑えるような役目もあるんで、まあ、これはもう絶対かからないようにしとかないと、もう身も使えないね、うん、身も使えないんで、なのでこの海洋病は絶対注意してください。この向こうにレモンの木があるからここダメやな。レモンからここ感染するんで。レモンが弱いもんな。うん。なあ、もうレモンから拾ってくるからね。だからちょっとこの補助は多いよな、海洋がな、うん、まあそういう感じです。真っ白なんていうかな、顔真っ白気になっちゃうねえな。またそうか、相当かかったな今日。風が悪かった。あ、風向きがな、もう眼鏡も分からん。あ、まあ今日は顔色がいいわ。あ、そういう真っ白な。そう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 、それじゃ今日は世話ね、丁寧な。すぐ体調悪なる。いや、ぼちぼちしない。あの時暑かったわ。そうだ、暑かった。今からで、今からで、ね、あの体力をちょっとあの消耗戦後と、そうそう、あの自分で管理せんとな。 IT 農業アプローチ、アプローチなんとか1号1号が好きやで。1号じゃない、 いや本当だ、あの自分でちゃんと管理せんといかんので、人は分からんきな。そうそうそう、うん、本当そうじゃん、うん、まあ今休憩や、うん、休憩しようか。よ、これヒートテックじゃん。ドライシャツ着ない。ドライシャツ着ないの。あ、それな、うん、その話、また面白い話が一個あるよ。あるんだ、うん、俺の友達がな、うん、この間、会った時な、うん、ちょっと、藤原さん、これヒートテックかクールかわからんのじゃないですか。私わからん。きちめるのわからん。要は洗濯し したりとかして、ああごちゃ混ぜになるよ、ああヒートとクール、ああでその見た目じゃ分からんの、ああで着てきたんやけど、ああ暑かったっつってこれヒートやったっつって見た目じゃ分からんのかな。わ、まあでも分かるで、脱げちゃう。クールはもっとなんかさらっとしよう。まあその生地にもよる。あ、まあ、いやいや、あ、ほらモコモコの生地やるから、ヒートっち分かるけど、焦げなんやったら焦げなんでもヒートがあるやん、うん、これヒートで、あ、これこれいいか、あっちよ。見た目じゃ分からんね。クールシャツもっと下がる。あ、もっとナイロンっぽいですか。ナイロンっぽい、うん、ヒート着しようか、そら。あっちよ。でも、ここの意外といい。何がいい。あ、すげえな、これ。ここ全然蒸れちゃう。まあ、今日なんかびしょびしょになっちゃうね。通気性がいいんやったらいいけど、これ全然蒸れちゃう。ほらまだ新品やけんやろな。いや、通気性がいい。ここなんち？ちぃ、通気性。ちぃ、帰っちゃった。え？帰っちゃった。え？は、あ、ここでいい。そこがいい。うん。来た来た。なんか今来た。エンちゃんジュースが来た。うん。ちょっと味はどうかな？エンちゃんジュースか。あれ？ちょっと、今、パッと作ったけど美味しい。ありがとうございます。カボスやろ？あれ、じゃあジュレで作った。ああ、いいかな。じゃあ飲んでみて。カボスはな、スタミナな、うんうん、疲労回復に。疲労回復に。今度作っちゃおうか。うん。っていうか、ちょっと作っちゃっちゃう。いただきます。ゆみちゃん、いただきます。ちょっと濃いかな。もうちょっと薄めた方が良かったから。あ、美味しい。あ、美味しいわ。本当？美味しいわ。程よい酸っぱさが。いい。ブルボンのお菓子が。うん、そうそう。これジュレ？そうそうそう。ジュレですか？うん。あ、いや、美味しいな。いい？あ、臭みがねえな。うん。ジュレで水入れただけ？そう、氷とな。氷もちょっと少ないから、もちろん。ジュレで作るなんかちょっと臭みが出るんやな。そうなんやな、ちょっとあるよ。これでも美味しい。まあいい。それは、
普通人が飲むと、うん、あの全然臭みとかわからん。俺の方が飲む件わかる。まあそうだよな、カボス元気飲むって。そうやっぱカボスのあの美味しい元気飲んでる。そうジュレで飲むと、ジュレでどう作るとなんかこう臭みが。それはもう蜂蜜とかいろいろ入ってる。な今度カボスで作っちゃう。これのこれ何倍？これとりあえず。ジュレ何倍？7倍。今適当。適当やけど。コンパティブルさん。裏そうそう裏のカボスに地形。地形の。地形。ああ味はいいし。うん、まあ地形は。うん。こんくらい？元気。いやそうそうそう。7倍か8倍ぐらい。うん。今適当にやったけど。水入れただけや。もう氷とな。そう。あと何も入れてない。ああ、美味しい。いい。そう。ならな、簡単やでな。簡単や。水入れるだけ。なら、ジュレ入れるといいな。ああ、いよいよこのカボスジュースの時期になったな。なったな。美味しいな。雨のがきしいな。雨の食いよ。え？雨の。ブルボン。ばあちゃんの、ばあちゃんのお菓子やねん。いや、田舎では絶対ある。こたつに乗っちゃうんだ。そう、乗っちゃう。絶対乗っちゃう。ブルボンは必須じゃん。ブルボンブルボンが出てこないじゃん。これいやらしいな。ブルボンってどこやったかな。ブルボンじゃブルボンじゃ。いやいや、その会社なの。会社、ブルボンっていう会社かな。え、ブルボンっていう会社だ。ブルボン、こっちからあるな。ヨリちゃんが夏疲れがでしょうときな、うん、まあ、疲れちゃって甘いのがいいかなってこれやったってご柿があってこれ方がいいんやねえなって言ったらな、うん、それ言ったんやけど、まあ、これも食べて、ああ、ありがとう。美味しいわ。本当これ絶対ある。これはハゲイチか。ハゲイチか。絶対ある。絶対やるの。もうちょっと休憩してまたやろうかな。今何時？知らん。もう無事やね。ちょっと早いよ。はい。一回な、せいちゃんにあのエンジン道もらいて。あ、でもかかっち乗っちゃったやん。いや、車じゃねえ。パッカーの農機具のエンジン。あ、他のは大体見る。まあ、探せるじゃん。多分手強いわ。そうだね。俺はちょっと見た。あの、田植え機、こうほら、エンジンのせいちゃんくんね。もうせいちゃんしかおらん。俺も上んけん。でもつまらんけんと、動かんけんと、つければーちゅうてな、持ってきたんや。と、なんかせいちゃんそれ修理して動くことなったからさ。あの、ちょ、見つめれ。ここがの、これがつまらんかったきの、これがあれやちゅうちゅうんや。私分からん。私に説明されて私に説明されて分からんのよ。でも、ようなっちゃう。ああようなった。修理する機械好きや。ああ、それはすげえ。ああ、すげえ。そうや。経験じゃん。ああ、やる。あの、なんか巻いてた時も。そう。よう巻かんかった。そう。それは言うよ、みちゃんちゃん。大丈夫。ビョンビョン、ビョンビョン投げたやつ。そうそうそう。あれはの、ここに挟んでの、あいつとかこうやって毎日からすぐできるやつとか言ってたよ。せいちゃんがちょっとな。ビョンってなったやつだ。ビョンってなったやつ。手こずったんだけど。手こずった。あれみんなの期待通りだ。期待通り。期待通り。電話の人は言うとったよ。あれ、ユージさんってでも本当は真面目な人でしょ。すっごく真面目な人でしょ、とか言うと。今死ぬかどうか千年やと思いますけど。誤解じゃん。あんまんまじゃん。そのとこ見たまんまや。って問題、あれはエンジンかかったまだそれも手つかった。なんかそれはだけせいちゃん、それをせいちゃんに見てほしい。そう、車とちょっと違う、やっぱ違う。 あれはどうなったんやろかとか。そう、あれからね、うん、そうみんな覚えちゃう、うん、みんな待っちゃう、みんな待っちゃう、上なっちゃうのか。あ、車は乗っちゃったきゃ動き出してた。車はもう直ったきゃ車検出した。 あ、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ちょっと遅かったけど、遅かったな。これはな、もう1週間の勝負です。そうやな、今回な、1週間ぐらい遅かったな。まあ、雨が降ったらちゅうのと、そういう日だけかけちゃう。そう、いや、もうタイミングやな。タイミングやな、本当タイミングやな。もうこれしょうがない。まあ、昼まで工場作業やりますし、まあ、昼からもちょっと頑張りますけど、今日は。
この辺動画の方は終了いたします。あ、終わりじゃん。終わりです。あ、そうか。動画の方は。はい。動画はな、はい。まあ、この動画が良かったと思う方は、グッドボタン、登録チャンネル、よろしくお願いします。登録チャンネルってまだ言ってないの。いいわ、それで。そうね。チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。クジラガレージさんの方もリンク貼っておきますので、はい、お願いします。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、今日はこの辺で終了いたします。バイバイ。